福井康は岡山県出身の元プロ野球選手。ポジションは当主。津山商業高校では、AS として1969年周季中国大会県予選で準決勝に進むが、工場観光に敗退。翌1970年春季中国大会県予選でも準決勝に進出するが、岡義郎、森岡茂樹のいた岡山東照に惜敗した。卒業後は、 松下電機に入社。しかしエース福間治むに加え、1973年には山口隆長谷部優が入社。あまり活躍の機会はなかった。1974年のドラフト会議で、近鉄バファローズに1位指名され入団。この年のドラフトでは同僚である山口隆の挙手が注目され、ドラフトで最初に指名権を得ていたバファローズが、 当然山口を一位指名するものと見られていた。しかし、有名選手ゆえ契約金の高騰を懸念した、バファローズは山口を指名せずに、福井を指名し、周囲を驚かせた。コントロールもまずまずで、スライダーが決め球という全評判だった。一年目の1975年から一軍で起用され10試合に登板。7月25日に救援でロッテから初勝利を挙げる。 9月24日には阪急を相手に初先発。序盤で大きくリードし3回を無失点と高騰するが、4回に長池得時に本塁打を浴び交番白星を一する。1980年には主に中継ぎとして9試合、翌1981年には18試合に起用され、初セーブも記録する。しかし、翌年以降は、ま、登板機会がなく、 1983年オフに、加藤英二、大原哲也とのトレードで森脇工事と共に広島東洋カープへ移籍。ここでも登板機会はなく、1984年限りで引退した。引退後はしばらく、古巣、近鉄バファローズで打撃投手を務めた。現在は奈良県生駒郡安土町に在住し、道町の商工会事務局に勤務の後、 町議会議員を務める。2015年2月7日には母校津山商業のコーチに就任した。ありがとうございます。